よし、こんにちは、レッドです。よし、黄色です。緑です。じゃあこれね、信号機みたいになってる。確かに順番大丈夫。合ってる、合ってる。青こっちじゃね。そうかも。そうだよね。関係ある。これ関係ある。関係ある。信号機みたいなね。いやー、イエローとラウンド撮影久しぶりに。はい、俺も久々かも。あ、そう、うん、なんかこう、下級選手と戦うのね、超久しぶりで、はい、うそ。まとめて倒してやろうかなと思って。あ、そんな感じ。はい、今日撮影このままちょっとブルーぶっ倒したんで。無敵や、無敵な感じで。ホンサメやるやるって言ってるじゃないですか。あ、はいはいはい、ちょっとブルーがすぐ逃げるんで、はいはい、いつになるかわからないんで、はいはい、ちょっと2人はちょっと付き合いがいいんで、はい、まとめてやっちゃおうかなまとめてやっちゃう。で、今日朝、2人には、はい、2人のベストボールで、はいはいはい、俺対ベストボールでいいよって言ったんだけど、はいはい、それは嫌だっていうんで、はいはい、マッチプレイにします。マッチプレイ、マッチプレイ初ですね、やるの。そう、レンジャー初マッチプレイ。そうだね、うん、前あれだね、ヘタピーとイエローと俺でね、うん、ノモティ、ね、そう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 まだ僕が本当にクズみたいな。いや、僕もクズみたいなゴルファーだった頃ですね。レッスン受ける前のね。はいはい、これね、あれからね、頑張ってますから。いや、多少上手くなったでしょう、うん、で、ルール的には、はい、マッチプレイで、まあ、18ホールあるじゃないですか、はいはいはい、僕に選ばせてください。あ、どっちと戦うか、9ホールずつやってもらいます。あ、このホールはじゃあイエローとか、このホールはグリーンとかっていうことを、2人の調子を見ながら俺が、あ、このホールはグリーンだ、このホールはイエローだなって。そんな感じ。これあれですよね、本気でやっちゃっていいんですよね。当たり前なんですか、何言ってんすか。こっちはバカにされてるんですよ。視聴者の皆さん、あの、僕が決して調子に乗ってるわけじゃなくて、うん、僕がもっと高みを目指したいんでやっぱ強いやつやりたいって言ったら、2人がかりじゃないとね、ちょっと相手にならないかなどうする、普通のベストでスコアで勝っちゃったらね。いやいや、やばいよね。それね、それはあれだから、マッチプレイ用のプレイをするから。ああ、なるほど、はい、あ、なるほど。だスコア出ずとも、なんだろう、このホールは勝つみたいな。だから目標は、残りもうなんか2ホールぐらいで、なんかもうこっちがもう4勝しちゃってるみたいな、もう要はまくれない状態を作れば、それはもう圧勝でいいんじゃないですか。まあこれね、俺がボロボロで2人の圧勝かもしれないです、まあ、どうなるかわかんないですけど、最後まで見てくださいじゃあやってみましょう、うん、あまりにひどかったら途中ルール変えますそんな感じで、ね、じゃあまあ楽しくやっていくんで、はい、よろしくお願いします。イエロー久々ゴルフ。いや、久々っす。あ、そうなの。半年ぶりぐらいです。半年ぶりそりゃないだろ。これはスネル MTBX。 あ、なんですか。1個500円。ちょっと僕もあの高いボール使ってちょっとゴルフしようと思って、僕もタイトリストプロ VYX。 1個500円。じゃあちょっと実験ここは第一ホールはおグリーン、ね、なるほど、じゃあで、しかも先に打ってくれるんですね、レッドが、はい、まあ、とりあえず1番ホール、桜、うん、パー4、334ですね、B なんで、うん、いいフェード、左側だけど、まあ、ラフですね。あ、危なかった。よいしょ。よいしょ。ちょ、みどりさん、はい、チーピンダメっす。チーピンダメ、はい、頑張ろうね、イエロー。頑張りましょう、はい、チームですから、僕ら前回までいがみ合ってましたけど僕ら今、友ですから。ね、最初のホールは力まず、すっと。そうな、チーピンかあれでしょ、うん、低弾道のスライスでしょ。いや、大丈夫です、普通に。それ以外見たことないもん。そう、普通に、普通になんかもう攻撃が始まった。いや、大丈夫、大丈夫、スッていけば、スッていけば大丈夫だ、大丈夫。お願いします。お願いします。そ、あー、ちょっと待って、ちょっと耐えて、耐えて、耐えて、わー、予想通り、左引っ掛けで俺のもう想像通りの球。いやー、よかった、俺じゃなくて。いやいやいや、映ってねえからだけど、あんま変わんなかったから、俺と想像通りの球をありがとう。君たちの動画見てますからね。いや、あれですよ、グリーン。今、レッドは攻撃してきますけど、精神的にやってくるから、ちょっと。
ね、あなたには友がいますから。あ、そうね、そう、あなたには友がいます。あの優しい言葉かけたら俺の負けだと思う。俺はずーっと言うよ。もう親まで否定してくる。君たちの家族まで追い詰めて親まで否定する。やべえそれ。よっしゃ、なんとか生きてた。よっしゃ、2打目。ほら、あい、耐えろ耐えろ、あバンカーヤバタニエン。これはヤバいぞ。70ヤード。奥ですかね。まだチャンスありますよ。まだまだ。あ、止まって止まって。ナイスアウト。さあ4打目。非常にまずいです。ねえねえねえ。もう負けでいい、よくね。もう負けで。5打目。それそれよ、ナイスオン。やばいわ、もう1ホール目捨てよ。まだあるまだある。さあいいだ、4打目。さあこれ OK 圏内に入れるとまずい。おっと、まだわからない。え、次6打目ですよね。決めればまだチャンスがある。さあさあ、最近ワンパット入れまくってるグリーン選手。入れまくってるって、そうだ。なんかね、なんかいいらしいですよ。パター俺自信あっからって言ってましたから。さあ下りのスラ、そんな切れなかった。あー、こんなに距離を作ってもうダメだ。終わりかな。もうダメだ。もうダメだ。俺も勝ちです。さあさあ OK でいいでしょ。はい、 OK でいいでしょ。 OK で勝ちです。いいんですかそれで。全然いいよリーダー、それでいいんですか。勝負だからね。全然いい。触るだけでしょ。さあさあ、そんな動画誰が見たいか。ワンナップ。普通に決めるじゃん。さあワンナップ。2番ホール153打ち下ろしパー3。あれ、これどっちがあれするんですか。え、ここイエローで。イエロー頼むよ。俺の敵を回してください。すぐね、チャレンジしてあげるから。大丈夫。そうだよね、ハマれ、うまくハマればさ、そう、ね、勝てるんだよ、ね、そう勝てるよね。フュージョンみたいなもんだから。だって9ホール頑張ればいいだけど。そうだ、集中して9番アイアン。ヒダリバーン。あれは、あれ、あれは何ですか。あれなんか左だね。あります。イエロー、チャンス。とりあえずちゃんと当てて。そう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 。サムグリーン乗せられない。むしろ乗せなくていいから、そのグリーン周りでいいよ。グリーン周りでね、しっかり当てて。スッて当てればいいんだよね。そう、スッてね。そう、スッて振れば、スッて、あとクラブが仕事してくれますから。スッて。ね。7番や。7点です。もう、え、下なんかあんのそれ。うわうわ、マジで。さてイエローチンの3打目。ちょっとまあ2ナップぐらいまではさ、ちょっとプレゼントであげてさ。まあそうです ね、あの余力というか。そうね、はい、そっから巻いていく。なんか余裕じゃんみたいな感じで思わせて、はい、ちょっと油断させて、はいはい、ドゥクシって感じね。ドゥクシ、うん、はい、いきます。オーヤンです。
でかいな。でかいけど、まあまあ、うまい、うまい、うまい、うまくいった。ナイス。あとは自己リマッチ。さあ、リーダーのセカンドショット。イエロー前3なの ?3 でした。はい。あの、一応カートを見ましたら、幸いなことに前3でございました。さあ、土手を、おお、うまいこと使った。これはまずい、これは非常にまずい。どうでしょう、最悪。4打目、あのグリーン同じとこに置いて、あのラインを読ませ合うっていうのも作戦でいいと思うよ。スラって言う、強いよ、タッチ合わせようよ。スラベッシュだ、入ったかもしんないじゃん。結構ちょっとそれはオッケーあげらんないな。ちょっと上りなんで強気に行こうよ。ショートダメよ。なんで左打ち出した？えスラちゃうの？ほぼまっすぐよ。ナイス。トリ？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 なんて？レッドのボギーパ。え、スタンス取りになったんですか？山下、すいません、ごめんなさい。なんかすごい独特な遊んでんだって。遊んでんだって。え、そのスタンスで普通に打つんですか？あのね、短い距離はこんなスタンス。なんかちょっと遊んでんの、まあ、貴族の遊びだからゴルフは。1メーター以内は、はい、僕はあの完全にインサイドインに引く癖があるんですよ、パター。ああ、はいはい。で、あの短い距離でインサイドインには引っ掛ける可能性が高くなるので、はい、インサイドインはあのスタンスでまっすぐ引いてまっすぐ出します。あのおしゃれステップで。そうだそうだ。なるほど。で、某ゴルフショップで、はい、まあ、2時間ぐらいあのピッチングして、はいはいはい、目つぶって打てって言われたんですね。目つぶって打て、なんか2時間ぐらい目つぶってずっとパッタ打たされたんです。ジャッキー・チェンみたいなこと言いますね。なんか感じろみたいな、ドンシンクフィール。後で紹介します、僕のパッタ。あ、了解です。このえやっちゃおう、やっちゃおう。あーマジか、負けるわけにいかない。ただ完全勝利を。チコ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 クリーンさん。なるほどね。ええ、任せてください。いやもうすぐですから。ペンペンっつって。